楽天モバイルよくある質問コーナー。こんにちは、楽天社員のイサです。同じく楽天社員のガッキーです。本日はお客様からよくいただく質問についてガッキーさんに答えていただくという企画持ってまいりました。なるほどね。私の場合1月からこの活動をしているので本当に多くの方からいろんな質問を受け取ってるからね。今日は特にその中でもお問い合わせが多かった8つピックアップしてきました。8つか、結構多いね。そう言わないでくださいよガッキーさん。お客様の抱く懸念だったり疑問っていうのを解決するのも我々のこのチャンネルの役割の一つですよ。まあ確かにそうだよね。質問は合計で8つなんですけど、前半と後半でカテゴリーを分けています。前半の4つが楽天モバイルのサービスそのものについて、後半の4つが従業員紹介キャンペーンについてです。OKOK。じゃあ早速1つ目の質問からお願いします。ではまず1つ目の質問です。楽天モバイルは電波が心配です。契約前に利用予定エリアの電波を調べることはできますでしょうか。確かに電波は心配ですよね。結論、お客様ご自身で公式ホームページをご覧になって調べることもできますし、我々楽天社員に依頼をして詳細に調べてもらうこともできます。例えば外出先のまあ一部のエリアでつながらないっていうのはまだしも、家とか職場とかよく行く場所でつながらないっていうのがあると困りますからね。そうですよね。まず最初にお客様ご自身で調べる方法をご説明しますと、公式ホームページにサービスエリアマップっていうのがあります。ここにお客様の住所を入れていただければ 4G、5G、2つの視点でエリアマップを見ることができます。例えば山間部とかでカバーできてないと色がついてなくて、ピンクが 4G でカバーされていて、青と緑が 5G でカバーされていますっていう見方で合ってますかね。そうです、そうです。ただ色がついているとしても、その中でここは強い、ここはちょっと弱いってあるのが正直なところなんですよ。つまりこれ以上詳細に知りたいのであれば社員に直接問い合わせるしかないってことですね。私たち楽天社員はショップのスタッフが使っている専用ツールを使うことができます。そのツールを使えばサービスエリアマップよりももう少し詳細に電波を確認することができます。もしも気になる方がいらっしゃいましたら問い合わせ用の Gmail でお知らせください。では次に2つ目の質問です。最強家族プログラムを適用させたいのですが、どのような手順で申請すればよいでしょうか。最強家族プログラムですね。これ意外と多い質問なんですよ。結論、契約した後に申請をします。契約後っていうことは契約の時にはしないってことですね。そうです。楽天モバイルは契約後にマイ楽天モバイルっていうアプリをインストールするんですけども、そのアプリ内で申請をします。まあここについてはちょっと分かりづらいところもあるので、今度動画にしましょうか。そうだね、ここは今度動画にしましょう。では次に3つ目の質問です。他社で親名義で回線を契約しています。契約者が親で使用者が自分です。楽天モバイルに乗り換えはできますか。これは契約者と使用者が別な人ってパターンですね。結論、できません。楽天モバイルでは契約者と使用者は同一人物である必要があります。厳しいんですね。まあ厳密に言うとできちゃうんですけども、そもそもルールとして NG ですし、さっき説明した最強家族プログラム、これも組めなくなります。そんな感じでいろいろ弊害がありますので、使用者と契約者は一緒にするようにお願いします。なるほどですね。なのでもしも楽天モバイルに乗り換えしたければ、転出元のキャリアで名義変更するか、乗り換え後に楽天モバイルで名義変更をお願いします。では次に4つ目の質問です。これちょうど父親からも同じことを聞かれたんですけど、楽天モバイルに乗り換えたいのですが、月初月末どちらに乗り換えするのがお得ですか。これは二重料金の話だと思うんですけども、難しいですよね。まず楽天モバイルは日割り計算はありません。で、他のキャリアだと日割り計算があるプランがあったりないプランがあったり分かれてきます。正直これに関してはケースバイケースで分かりづらいと思いますので、もしも心配な方、相談したい方がいれば Gmail だったりコメント欄だったりお気軽にお問い合わせください。我々がサポートします。それではここからは後半に入りますので、従業員紹介キャンペーンについての質問になります。 OK です。そしたら早速質問の方お願いします。では5つ目の質問です。楽天マジトクフェスティバルは今後も開催されますか。また従業員紹介キャンペーンはいつまで継続しますか。楽天マジトクフェスティバルね、これめちゃめちゃお得なキャンペーンなので気にしてる人多いでしょうね。カードと一緒に申し込めば最大3万ポイント還元ですからね。結論、楽天マジトクフェスティバルに関してはこれからも開催されるかどうかについては我々社員も分かりません。同じく従業員紹介キャンペーンに関してもいつまで継続するのか、いつ終わるのかってことは言えません。分かりません。そうなるとお客様に対してこのタイミングが一番お得ですっていうアドバイスをすることはできないんですね。そうなんですよ。
私たちでも未来のことは分からないし言えません。私たちにできることは今行われているキャンペーンについてお客様に情報を届けることだけです。では次に6つ目の質問です。従業員紹介キャンペーンを利用した回線を短期で解約した場合、特典の楽天ポイントはもらえなくなってしまいますか？この質問に対する回答は慎重にならないといけませんね。難しい質問だと思うんですけど、どうでしょうか？まず先に言っておきますが、我々楽天社員としてはできる限り長く楽天モバイルを使っていただきたいです。ただ例えば契約してみたけど電波が悪くてすぐに他社に乗り換えしたいだったり、楽天回線を利用していたサブのスマートフォンが壊れてしまってその回線はもう使わないから楽天モバイルは解約したいだったり、致し方ない理由があると思います。今の例は悪意のない正当な理由ですよね。そういった正当な理由というのが前提なんですけども、短期解約をしても特典を楽天ポイントが受け取ることができます。理由としてはキャンペーンルール見ていただければ分かるんですけども、最強プランを何ヶ月間利用といった期間の定めがないからです。確かにないですね。ただお申し込み後利用の実態がないと判断できる場合等を含めて、不正と運営側が判断した場合はポイント申請の対象外とさせていただく場合がありますといった注意書きがあるので、やっぱり短期解約はお勧めできないですね。今ISOに読んでもらった通り、正当な理由がない限りは短期解約はしない方がいいです。では次に7つ目の質問です。従業員紹介キャンペーンを利用した回線を譲渡、いわゆる名義変更した場合、特典の楽天ポイントはもらえなくなっちゃうんですかね？名義変更ですね。これはもらうことができます。ほう。名義変更前の人と後の人、どちらに付与されるんですかね？これは名義変更前の人に付与されます。理由はシンプルで、キャンペーンルールに記載されている特典付与条件を達成した人というのが申し込みをした人だからです。それではついに最後8つ目の質問です。従業員紹介キャンペーンについてエントリーできているか調べる方法を教えてください。わかりました。2つ方法があります。まず1つ目が、お客様ご自身で従業員紹介キャンペーン専用のお問い合わせ窓口に連絡いただいて確認する方法です。そして2つ目が、我々楽天社員にお客様の楽天 ID を教えていただいて、我々が社内で確認をする方法です。1つ目に言ってた問い合わせ窓口ってどこに書いてありますか？問い合わせ窓口は概要欄に記載をしておきます。基本的には私たちの紹介リンクをクリックして楽天 ID でログインをすれば間違いなくエントリーはできているんですけども、もしも心配な方いらっしゃいましたらお問い合わせください。はい、本日はお客様からよくいただく質問についてガッキーさんに答えていただきました。ガッキーさん、ありがとうございました。どういたしまして。今回は合計8つピックアップしましたけども、おそらくお客様たくさん疑問を持たれると思います。もしも少しでも気になることありましたら、コメント欄、概要欄に記載の Gmail、X の DM で我々に聞いてください。できる限りサポートいたします。もしも本日の動画をご覧になって楽天モバイルに興味を持ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひ他の動画もご覧になってみてください。参考になるはずです。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。